札幌市交通局8520系電車は、札幌市交通局が1988年に導入した札幌市電の路面電車車両である。8510系の増備車で、210系置き換えのために1988年に申請された。8510型を基本とするが、ドア部の手すりやステップに改良を加えている。百十五号、百十六号が代替で廃車と、 なっている。なお、2017年現在でも、VVVF インバータに使用している素子は、逆動通サイリスタのままであり、また同時点では、札幌市交通局が、唯一の RCT 採用事業者となっていたが、2018年には、素子を、イグブと v VVF インバータに更新した。1988年2月に8521号、8522号が、 川崎重工で製造された。製造当初は8500系同様の図色であったが、1994年以降に CI カラーに変更されている。1996年に8521号、2010年に8522号が、Z 型パンタグラフからシングルアームパンタグラフに変更されている。運転台上の通風機が通風性改善のため、 大型のものに交換されている。2014年から3300型と A1200 型を除く札幌市電の全車両において、前面と側面の方面膜を従来の膜式から LED 表示に切り替える更新が施され、統計式も2編成ともに更新された。2015年12月に開通した環状化を見込んだものと思われる。 2015年9月現在は2両共に通常、塗装となっている。かつては8521号がアルバイト北海道の8522号は過去に札幌パン、洋菓子教室、自由が丘エピサロンの全面広告車両だった。ありがとうございます。